介護保険介護サービスの種類について先輩お久しぶりですあひがくんお仕事この辺なのはい近くの介護サービス事業所にいますそうなんだあ私たち今介護保険のことを色々調べているんだけど教えてくれない 何でも聞いてください介護サービスってどんな種類があるの認定までの流れは知っていますかはい、この前勉強しましたでは、要介護1から5と認定された人は介護保険の介護サービスを利用します居宅でサービスが受けられる訪問サービスや施設に通って受ける通所サービスなどの居宅介護サービスと施設に入所する 施設介護サービスがあります。大きく分けて2種類あるのね。居宅介護サービスはどういったものがあるの自宅での日常生活の手助けをするのが訪問介護。自宅で介護福祉士やホームヘルパーなどの介護専門職が日常生活上の世話をするサービスです。主なサービスは食事や入浴、排泄の解除や 通院・外出時の付き添いなどです。あ、外出の付き添いをしているヘルパーさん時々見かけるわ。訪問してもらい利用するサービスに介護職員と看護職員が移動入浴者で自宅を訪問し入浴介護をする訪問入浴介護。そして理学療法士や作業療法士言語聴覚士が自宅を訪問し リハビリテーションをする訪問リハビリテーションがありますあと、医師の指導の下での助言・管理をするサービスで医師・歯科医師などが自宅を訪問し療養上の管理や指導をする居宅療養管理指導や看護師などが自宅を訪問し療養上の世話や診療の補助をする訪問看護があります訪問系だけでも 様々な状態のニーーズに合わせてサービスがあるのね通所系のサービスには通所介護施設で食事入浴などの日常生活上の支援や生活行為向上のための支援を日帰りで行う「通所介護」それと介護老人施設や医療機関などで日常生活上の支援やリハビリテーションを日帰りで行う「 通所リリハビリテーションがありますまた有料老人ホームなどの施設に入所している人が利用する特定施設入居者生活介護介護老人福祉施設などに短期間入所して日常生活上の支援や機能訓練などが受けられる短期入所生活介護それに医療上のケアを含む日常生活の支援や機能訓練 医師の診療などが受けられる短期入所療養介護があります本当居宅介護サービスだけでいろいろあるのねこれに施設サービスが加わります施設サービスは介護が中心か治療が中心かなどによって入所する施設を選択します介護老人福祉施設は生活介護が中心で 寝たきりや認知症の高齢者のための入所施設です介護老人保健施設は病状が安定している高齢者に対しリハビリテーションを中心に看護・介護を行う施設で家庭への復帰を支援します介護療養型医療施設は長期療養が必要な高齢者を入院させる医療施設で医療・看護・介護・ リハビリテーションなどが受けられますそして介護医療院は長期療養と介護を一体的に提供する施設で介護療養型医療施設の転換施設です介護サービスの種類っていろいろあるんだね今日は本当にありがとうとても勉強になったわどういたしましてお勉強頑張ってくださいね